じゃ、どうも、皆さん、こんにちは。合格者対談を始めてまいります。司会を務めさせていただきます、レクセン認可所の豊川と申します。どうか、よろしくお願いいたします。えー、そしてですね、今回、私のご相手を務めてくださるのは。二千二十一年、不動産鑑定士試験、論文式試験に見事、合格をなさいました。岡村和樹さんです。どうか、岡村さん、今回、よろしくお願いいたします。はい、ますで、また、本当にね、合格、はい、ありがとうございます。で、まず、最初にですね。 あのそうですね、簡単な自己紹介、お願いいできますかはいはい、私があの不動産鑑定士、志しましたのが、大学4年次になるんですけれども、そのきっかけといたしましては、大学の時に受けていた講義、これが不動産鑑定士の概略を説明するような講義なんですけれども、そちらを受けていたことが、このきっかけとなっております。勉強の期間といたしましては、まず、レックの通信講座、こちらを受けさせていただいておりまして、 大学4年時の夏頃に勉強を始めましてで今年の秋に合格をいたしましたので大学から社会人までといったこういった期間の中で3年間ちょうど3年間ぐらいかけて勉強をした形になりますよろしくお願いしますあなるほどで、ね、大学在学中から、まあ、一応勉強を始めたということなんですけども、はい、就職の方はお関係にならなかったんですか、はい、あ、就職の方は考えておりまして 私、新卒で地元のデベロッパーの会社にこう入社させていただいたんですけれどもそういったところも背景にございまして、まあ、あのそこの会社でやはり鑑定士を取っている人間がいないというところがまず1つありましてであとはデベロッパーですのでやっぱりその不動産の価格そういったところの知見はとても大事だなというところは思っておりました。ので まあこの新しく入社して社会人としてやっていく中で何がしか自分のこう力になるような資格というかそういったものを持っていきたいというところで鑑定士の勉強をはいやっておりましたなるほどで、まあ、勉強するにあたって、ねはい、あのレックをまあ選ばれた理由とかっていいうのはございますか、はい、レック選んだ理由でございましてまず私、当初は他校の方で打てるということを心にも決めてしまっていた状態だったんですけれども。はい、はい そこでただ他校のこう説明会を受けさせていただいている中でどうしても不動産鑑定士って合格するまでにとても長い時間かかる資格というものはもうその時から私自身もま認識があったんですけれどもまこういった資格の勉強をするのであればこの先生ですとかそういったあのすごいサポート体制がしっかりとしているところでやりたいなという気持ちはとても強く思っておりました。はい でまあ、そんな中であの説明会をこう受けさせていただいた中で、まあ、ちょっとですね、まあ、あの説明会の,この内容といいますかそういったところがまあ機械的といいますかあまりちょっと私に向いた説明とかをもらえなかったなっていうところが少し心に思っておりまして、うんはい、そういった中でレックの説明会を受けさせていただいて豊岡先生に。 本当、お世話になりました。私のガイダンスだったんです。かそうです。はい。池袋だったと思います。あ、そうですか。そうですね。私あの、合格されたつでね、お話を伺って。あ、そうか。私があの時、この鑑定士のね、試験に引っ張り込んだのかと思って、ちょっとね、責任を感じつつも、でもね。あの、見事受かっていただきましたんで、本当にね、私もちょっと胸が。ちょっとこうね、な、な、なでおろすことができたと言いますからね。本当におめでとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。 でその後実際にまあレックの講座ですね、まあ、受講なさいまして、はい、でその勉強する上で、特にあの心がけたこととかありましたかあ,ありました一番心がけていたものは、教材、手を広げすぎないこと、うん、と、あともう、レックの教材、すごく分かりやすくて、ランクが WA から C までっていうものが分かれているような教材が、効果的な教材なんですけれども。 そういった中でどうしても私社会人受験生として勉強をしておりましたので、うんうん、この勉強についてはもダブル A とシングル A のみをやって、うん、そこだけを回す、うん、で B 以下は一切見ないっていうやり方をしてました。なるほど。はい。かなりこうメリハリをつけて重要なところをしっかりやるとですね。はい。でそれは私も本当に大事なことだと思います。はい。あのやっぱりこう範囲がねどうしても勉強の範囲が広い試験ですので、うん、はい。全部をねくまなくまんべんなくやろうとするとどうしてもね、はい。あの 効率的なな勉強できないやっぱりどうしてもさまつなところにばっかり目がいってしまって肝心のところがしっかりねあの自分のものにできないっていうがね、れがありますんでそうやってメリハリつけるっていうのは非常にね合理的な勉強じゃないかなというふうに私も感じます、はい、でまあ実際その後ですね、まあ、勉強レッグを使って、ね、始められたわけですけどもあのまず最初当然担当式試験、はい、これに受かんなくてはいけない、はい、でその時に実は私最近もね結構受講生さんから担当のねいろんなねまあ 質問もそうですけどお悩みとかもね結構いただくんですけど、はいうん、実際勉強なさったねやっぱり方として、はい、その担当式試験のまあ大変さ、はい、あとそれに対して自分なりにどういうふうな克服をしていったのかちょっとお聞かせ願えればと思います、はい、まず一つあるのがどうしても不動産鑑定士っていうともう論文式試験っていうところに頭が行きがちなところもあるんですけれども。うんうん 担当式試験がまずめちゃくちゃゃく難しいところがあるんですよねもともと私宅研から不動産系の資格は入ってるんですけれども<あ>まずこの担当式の時点でもう達研よりもちょっと難しいじゃないですかああってところがあったので。 まずもこのた、まあはい、論文もあるんですけれども、うん、このしっかりと担当に受かるんだぞというところは気持ちとして持っておかないと、うんねはい、担当も良くないですし論文も良、はい、くないみたいな両方ともうまくいかないような状態になっちゃうのかなというふうなのは思ってましたその上で実際にこの、はい、特に担当式試験、まあ、2科目なわけですけれども。はい 特に勉強する上で心がけたこととかありますか。はい、はい、心がけたことはもう一つでして、うん、足別の問題集をもうひたすら回すってただそれだけです。ああああはい。なるほど。あの足別ってのはあのレックから出してるあの過去問集なんですね。あの選択肢ごとにパラしてるんで足別っていう名前がついてるんですけど、まあそれを一生懸命やられたということで、はい、実際使ってみていかがでした。いやとても良かったですね。すいませんなんかね、はい、お褒めの言葉をなんか頂戴しました。本当にね、はい、別にあの。 あの、本当に正直にね、行けた全然構いませんので。はまあ、でも、本当に、あの、作っている側としてはね、そういうふうにね。あの、まあ、思っていただけるってのは非常に光栄なんで。で、本当に、その、まあ、芦別ですね。これを使って、まあ、担当式試験勉強なさって。で、担当は一回目で合格なさったんですね。はい。それは卒業した措置。そうですね。卒業した年です。はい。でも、その時、いろんな、まあ、やっぱり大学の最後。ね。はい。やっぱりね。ことがあって、やっぱりなかなか、こう。 5月の本試験迎えるって結構大変じゃないですか、切り替えとか。大変でした特にもう社会人にこう切り替わる時期で5月じゃないですか、うんすね、なのでもう4月から5月にかけてって、ほぼ勉強できなかったんですよ、やっぱりこの環境の変化にこう慣れるですとか、特に仕事という仕事はできてないんですけど、ただ気づかれとか、そういったところで全然勉強できなくてとていうのは社会人になるってのは全然違いますよね、学生なるほど でもそれでもやっぱり1回目でね晴れて担当式試験には合格できたということで,、はい、でその後いよいよまあ本格的にまあ論文の勉強をね進めていかれたわけですけどもやっぱり担当と論文やっぱり全然ね試験の特性もね違うと思うんですけども論文を勉強する上でまあ心がけたことっていうのはありますか はい心がけたことをこれも本当にあの一次試験と同じなんですよね、うん、同じ教材をひたすら回すというので<ー>今回は掛けっという教材ですよね。これがメインでもひたす,ら回すっていうという、ねまあ、レックの、まあ、論文式試験のまあ決定版ともいうべき教材なんですけども、うん、まあこれを一生懸命回したと。はい、でもその一方で特にやっぱり背景の高い鑑定理論 これやっぱり受験生の多くの方が、ね、勉強する上で大変苦労なさると思うんですけどこの鑑定理論についてはなんか特別、何かか勉強なさったことありますか、はい、鑑定理論についてはまずレックすごくやりやすいモバイル鑑定理論という小さなこう<ー>基準、暗記する冊子をいただけるんですけれども、うん、まずこれについてもう全部アンティマーカーを引くっていう全部アンティマーカーを引いてでも隠しながら暗記するというのをやってました。 暗記マーカーっていうのは、そう覚える箇所を全部塗るっていう感じ。そうですね。なので。うん、で、なんかシートかぶせる。そうです。そうです。そうすると、もう真っ黒になっちゃって、何も見えないみたいなやつです。<ー>はいなるほど。え、そこまでして、徹底して、その基準の暗記に努めたと。とそうですね。もう、真っさらな状態でも、しっかりと言えるようにっていう勉強の仕方です。なるほど。はい。でも、そうは言っても、やっぱり、お仕事しながらの勉強ということで。やっぱり、その基準の暗記。うん、やっぱり、ね。 まあさぞかし苦労なさったかと思うんですけど、はい、特にやっぱその基準の暗記ってやっぱり大変でしょ。大変です。本当大変です。<laughs> なんか工夫なさったこととかありますか、基準の暗記に関して。基準の暗記、まずは一週間でこのモバイル鑑定基準という教材を一週回す。もうこれは絶対一週間でですか。一週間でです。一、はい、週回す。一週回す。はい。ちなみにそれ回すっていうのは読むだけですか。 あのアンチシートをしながらも暗証してあ,であと外して合ってるかなという確認ですねそれをもうひたすら全部をやっていくっていう、はい、おそれは1週間でとにかく1週 1>、はい、もう絶対に1週ですねどんなにこう精度が低くなっちゃっても1週回すっていうのをしてました<ー>はいそうすると、はい、まあ論文に最終合格なさるまで、はい、それはやっぱり 続けられたといこと。そうですね。頑張って、最初の方はどうしても本当に覚えたてなので、二週間とか経っちゃうんですけれども、うんうん、ある程度時期が来たらもう何としても一週間で回すっていうのをもう無理やりにでもやってました。そうするとトータルでいくと、もう何十回も、うん。もう何十回数えきれないです。はい。モバイルぶっ壊れませんでした？いやもうぶっ壊れました。表紙が取れちゃってテープで貼ってみたいな。<laughs> あやっぱりい補修。<laughs> はい。ああそうなんだ。やっぱそれぐらいやり込んだうそうですね。はい。でもそこまでやるとやっぱりそのやっぱり。 東連とかの点数あるいはまあ本試験の点数とかでどんなやっぱりこう目に見える形で出てくるんですか。そうですね。やっぱりあのこの問題を見たときにあこれとこれとこれ書けばいいんだなって頭に浮かぶんですよ。すぐ浮かぶ。はい。なんで当番構成をミスらないっていうところですよね。もうこれを書くんだっていうのをミスらないので、こう問題をか問題こう解きながら迷子にならない。迷子になる。はい。そこ迷子にならないっいう方、私わかりますね。はい。なるほど。じゃ。 一応っていうか鑑定論に関しては基準の暗記はもうかなり得意になった。はいはい もう徹底しましまた、はい、やっぱりそれは当連とかの点数にも反映そうですねはいもう最後の方にはもうしっかりと、まあ、そんなに高い点数でもないですけれども、うん、安定はずっとしてましたなるほど、はい、やっぱりご自分の中でも理論に関してはある程度その基準の安定はできてるぞあありましたねはいやっぱりそういう何かしらのこうねやっぱり自信っていうのが、はい、あのやっぱりある程度のねこの勉強期間これはやっぱり自分を支えてくれる大きな力になるのかなっていう気はするんですけど、はい、ちなみに 演習はどうでしたか?。演,演習ですね。はい、まず。勉強方法としては、はいはい、もう、あれは。型を覚えるって方を覚える。はい、もう、こういう問題が出て、こういうふうに解くんだぞっていう型をひたすら覚えるっていう勉強なので。もう、実際の答練ですとか。うん、模試をただただ二時間でも、しっかり早く解くっていう電卓も、しっかりそこで叩きますし。うん、もう、ひたすらやって、体で覚えるっていうやり方ですね。なるほど。型を、はい、なるほど。ほどはい、分かりますよね。私も。なるほど。なるほど。 で、最終的に、まあ、鑑定理論、はい、まあ、かなりご自分の中でも。得意科目みたいな、うん、あの、意識は、認識っていうのは、されたんですか。そうですね。実際、ただ、そんなに、あの、模試とかで、順位が高いわけではなかったんですけど。<ー>ただ、大崩れはしない、安定した。科目てっていう、はい、そういう意識です。はなるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりね、鑑定論、やっぱりね、受験する多くの方がね、あの、配点の半分占めてる鑑定論、やっぱりね、一番苦労のさるかと思うんですけども。じゃ。うん 引き続きですね今度、教養3科目についてもちょっと聞いていきたいんですけれども、民法、経済、会計、この教,、ね、教養3科目って言いますけどこちらの方の勉強ですね、さっきはね基本的に高下期を回したっておっしゃったんですけど、はい、まあその上で、特にこの3科目で、はい、そうだな、えーとまあ、逆にまあ苦労したっていう点はそうですね、まず苦労したのが、民法、うん、うん、まず民法が、なるほど。 やっぱ特殊じゃないですか民法ってその三段論法をしっかり踏んで問題提起のところはしっかりとこの登場人物を出すけど批判定率のところではそういったものは出しちゃいけなくて具体名書いてダメ最後の当てはめでまた登場するみたいなもうそこをしっかり踏むっていうそのリズムもまずしっかり覚えるっていうところですよねそこははい、私法学部出身だったんですけれどもそうなんですかそうなんですよそれでもやっぱり見直してもう一回やらないと といころはありました私正直申し上げて岡村さんの答、ね、案、はい、ずっと答連で、ね、あの採点してきたんですけど、うん、やっぱちょっとね型にはまると強いんだけど、うん、ちょっと型を外れると結構こう崩れるそういう傾向を私ちょっとね採点してて、はい、ちょっと大丈夫かなっていうそういう、ね、あの気持ちは持ってたんですけどもご自分の中では特にこの民法、うん、やっぱりそのなんだろうこう ななかなかこう点数が安定しないと、はい、いうその辺のこう苛立ちとか不安とか、はい、そういうのはあ,ありました、私た民<れ>法好きだったんですよ、よ科目としては一番なんかストーリーとかあって勉強してて楽しい科目だと思うんですよ鑑定士の勉強の中では<ー>でも、どうしても点数がつくときもあればつかないときもあって、はあ、これってどうなんだろうなというのは、うん、正直、最後までその気持ちを抱えながらはやっていました。なるほど、うん でも、その中であってもやっぱりこう,こうかけを回すっていうのは続けたと、はい、続けましたやっぱそれが最後に大きな力になったかなと思いますね、はい、最後の公開模試はね、はい、かなりいい点数を取りになってたんで、はい、だからあ、これは行ってほしいなと、はい行くぞという形で私もね,あのねあのずっと見守っていたんですけども、うん、じゃあ,あと、経済と会計。うん これも結構この2科目も苦労する人結構少なくないんですけど、はい、これについてなんか苦労話とかあるいは工夫した点とかございますか、はいはい、まず経済なんですけれども、うん、どうしても文系の人間って経済に関する拒否感がすごいんですよあグラフでしたりとか微分でしたりとかあ,あ,あとはもう計算問題ですよね簡単な連立方程式ですら文系の人間って拒否反応があるんです高校時代から進んでません、なんか数学は。いやもう もう忘れてますね大学生で文系ですからもう完全にももうなかった私もそうです私も同じ口なんでだけどその中にあってもやっぱりいろいろ工夫された点があるのかなと思います、はいはい、ありますもう教材としてはもう総ざらいという教材がすごくいい教材であれがもう計算問題をいろいろとも網羅してくれている教材なんですよ。なるほど なのでどんなにこう計算計算ま最後まで苦手だったんですけれども総ざらいで出たものあとは模試とかも当然出たものについてはもうしっかりともう感動できるようにするっていうところはもうやってましたなるほどはいあのレックのねあの必修論点総ざらいって講座のあのね教材テキストなんですけどそれを使ってそうですはいなるほどでやっぱある程度経済学については なんとかなりそうだというそこまで持ってきたそうですね売りはしないかなぐらいのレベルでででもそれは大大事事すすねなるほどあと最後、会計学はいかがでしたこれも結構ね、私も民法担当ですけど結構、会計も苦労してるんだってお声よく頂戴するんですよ、いかがでした会計は多分、人の好き嫌いすごく分かれると思うんですけれども、好き嫌いか私はもう鑑定理論と同じだと思ってて。 たただだの暗記科目だと思ってやっててやんですよ、まあ、これが会計をしっかり勉強するとしたらあまりよろしくないかもしれないんですけれどもどああやっぱり私たちがももう何目指しているものって鑑定士の合格じゃないですかそしたらもうしっかりと暗記してそれを吐き出せるようにすればいいんだっていうことで、うんうん、そうしたらもう全部効果系をしっかり回して会計基準を暗記してっていうことを繰り返せば、うんうん これに関しては結構会計は最初からいい点数をずっと取れてて<あ>ブレもなくもう来たので,うでもうただただ頑張って暗記をすればいいういうその辺のやり方をね一人でも多くの方にちょっと、ね、お伝えいただければと思いますね、はい、結構、会計もね私は本当にさっき申しましたように結構あの苦労されている、うん、そういうお声を頂戴するんですねですからなるほどそうすると結構ずっと、ね、お話を伺ってきて岡村さん、結構暗記は、はい。 まあ好きというか得意な感じですか。そうですね。暗記したものってなんてう安定してるじゃないですか。もうその吐き出せばいいだけですから。なるほど。なのでこの変化球とかそういうのがないので。なるほど。はい。自分としては安心するんですよ。なるほど。なるほど。じゃ、やっぱりその意味ではこの暗記職の強い不動産鑑定士試験っていうのは、はい。結構、まあ向いていたていう。あ、かもしれないです。今も。なるほど。はい。 確かに、ね、この不動産鑑定試験ってね4科目論文4科目ありますけどやっぱり総じて暗記色が強い試験ですからね民法もやっぱそうです民法もやっぱ最後はある程度基本的な論証を覚えないと書けませんので、ねんはい、ですから暗記がねでも暗記ってやっぱり大変ですよね大変ですと、はい、にかく繰り返すあと特に暗記のなんかコツみたいなのあるんですか

レックの方でも結構推奨してもらってたのかなと思っていて、すみません、私、どじりあげませんで、なるほど、同じ教材をしっかりと回して、高めていましょうねそれ私もね、合格民法を一生回してねと言ってますけど、それをひたすら忠実に守ってまなるほど、そうやってね、今回、論文、3回目ですかね、見事合格なさいまして。ちょっと ねちょっとプライベートなことでありますけどちょっと点数とかなんかこう、はい、なんか届いたようなあ届きましたねはいあ,あのぜひあのね、はい、差,し差し支えない限度でちょっとね正直に、はい、やっぱ皆さんね、うん、お尻になりたいと思うんで、うん、まあ一、まあ、人のねある不動産関で資論分析試験の合格者の方ではありますけどどれくらい点数だったか、うん、はいはい私の取った点数なんですけれどもまず民法が六十三点でした六十三点おはい。 次経済学が64点です。で、改定学が77点です。やっぱり強いですね。なるほど、やっぱり暗記は嘘をつかないですね。なるほど。で、最後。はい、鑑定理論の論文の方がが138点です。で、最後に演習がちょっと55点ですね。でも、そんなね、悪い点数じゃないはい。 総合で。総合で三百九十七点。<う>で、順位が八十九位です。なるほど。なんか。変な感じが、レックっぽい。受かり方ですね。<laughs> 決してこう。はい、ズドーンとトップじゃないし。逆にズドーンと。低いわけでもなく。はい、なんかこう。ね。こう。なんか。 そこそこのところで、すとっと収まるような感じの、なんか私がずっと見てて、なんかいかもレックっぽいなって、うん、まあちょっと失礼でいいかちとい、いえ,いえいえ、もう社会人としては、もう一番ベストなうやり方だと思ってますそうですね、はいはい、一番こう堅実で確実で、すとっと収まるところに収まる、うん、これ、本当にね、やっぱりこう大事なことかなとも思いますけども、でちょっとね、またさらに掘り下げてお聞きしていきたいんですけども、今回、晴れて不動産鑑定士試験の論文式試験に合格されたわけで、当然ね、 これからまあ鑑定士としてね頑張っていかれるかと思うんですけどもご自分でこの後描いてらっしゃるこれからのねまあ進路とかねあるいはご自分の未来とかねちょっと汚なくお話しいただけければと思うんすけどうんで、はい、ですすどそねまずは不動産鑑定士にしっかりとなってというところがスタートなのでしっかりと不動産鑑定士になりましてですべての種別類型の鑑定評価ここにはそつなくこなせるような鑑定士になりたいなと思っています。 一つにこう特化したではなくて何かこう言われたら何でもできますよという人に私はなりたいなとオーンドライヤそれが一つ目ですね、うん、であと二つ目としては自分がやっぱり大学の講義で不動産鑑定士というものを知ってこう勉強できたので比較的若くしてこう合格することができたというのはあると思うんですよ。うんうんうん なので自分もやっぱりこうやって早くこう勉強を始めて、うん、若くして受かる人っていうのに自分も貢献していきたいなっていう気持ちがとても強く持ってましてなので大学での講演ですとか、はい、そういったところにも呼んでいただければ行きたいですし<あ>そういったところで広げていくそういったところもやっていきたいなと思ってますなるほどまたご自分の大学、はい、でまたこれから当然ね後輩の方たちがね,、はい、ね岡村さん見て。 じゃあ自分も鑑定士もやそうかなってそう思う方も絶対出てくると思うんですね、はい、ぜひそういうね、うん、やっぱりこう後輩に新しい道を開くっていう意味でもね、はい、この岡村さんの、ね、これからねあのなんていうんですかね進んでいかれる道は本当にね、うん、あの素晴らしいなとそういうふうにあた改めて思います。はい、であとやっぱりこのある程度のね、はい、スパン勉強してこられたわけですけども、うん、当然いろんな方たちのやっぱり支えだとか励ましだとかそういうのをね やっぱりこう受けてやってこられたんじゃないかなと思うんですけども、はい、その辺なんかありますかお話はそうですねやっぱりあの自分は実家でずっと暮らしてたんですけれどもそ,、ね、それもあって。 私が勉強してるときには極力私の邪魔にならないようにっていうのはやっぱり気をかけてくれていたっていうのはちょっと感じてましたね <laughs> 普段やっぱりご自分お家で勉強した、はい、家で実質で勉強したのであ,あんまり音を出さないようにしようとかそういう心遣いは何となく感じるところはありましたありました、はい、<laughs> で実際、まあ、論文試験合格されて、ね、お家の方には報告は、はい、いたしましたはい。 そしたら、喜んでいただいて。<laughs> それ、<の>それだけですか。すあまり、なんか、手にと、手を取って、こう、ね。こう、むせび泣くような、そういう、あれはないです、ね。<laughs> 全くなかったんですよ。良かったね。良かったね。たねでも、やっぱり、こう、陰でね、お家の方たちが、こうね。うん、岡村さん、女ね、勉強を支えてくれてたんじゃないかなと思います。やっぱり、この試験、難関試験ですから、一人の力では、なかなかね。 合格すするの難ししいいかなそういう気はしますやっぱり自分の見えてないところでねいろんな方が実はね守り支えてくれてるんだそういうのもやっぱりあの忘れちゃいけないんじゃないのかなって気が私はねいたしますじゃあですねちょっとね随分ねお話しいただきましたけども最後にこれからですね、はい、やっぱり勉強ね今もう始めてる方悪戦、はいね、苦闘してやってる方あるいはこれから勉強を始めようかなっていう方もねかなりいっぱいねこの動画を見てくださってると思うんですよ。 そういういいい方に向けけて何か最後一言教えていただければと思います、はいはい、私この試験で合格するために必要なことって続けることだとだ思うんですよ、うん、どんなに辛くても同じことをひたすら続けるっていう、うん、すごく地味なんですよね同じ教材何回も回すっていうだけを繰り返すのが基本なので本当にこれだけやってて大丈夫なのっていうのは常々頭に浮かんでくるんですよ。うん、ただやっぱりそれ予備校の方針でこうやった方が受かるんだよっていう。 それはもうこれまで何人も合格者を輩出されてきたアレックさんからのそういう教えですしそこはやっぱり自分はもう勉強に関して素人ですからしっかりとそこはもう受けてそれをもう実践してってやればこうして合格することができるんだなと思いましたのでそうですねだから予備校の教えは信じてそれに忠実にやっていくっていうただそれだけだと思いますねはいもう続けるそれをもう最後まで継続していく。なるほどありがといす本当にね あの私もね、今、横でお聞きして,て、その通りだなと思います。あ,のある程度、勉強ねあの、期間が延びてくると、いろんな教材にこう目移りしてね、こう手を出してしまうという方がいらっしゃるんですけども、昔からよくね、よく言われることなんですけど、ね、いろんな国家試験で言われるんですけど、一つの教材、手を出すと1年合格をくれるよとかって、そういうね、ちょっとこう、やゆしたね、そういうあの言葉もあるんですけども、とにかくやっぱり、先ほどね、先ほど来、 岡村さんおっしゃってるようにねやっぱりまずは教材を絞ってそして繰り返す絞って繰り返すっていうのがやっぱり私もね勉強の基本じゃないのかなという気がいたします特に私民法を担当しててやっぱりかなり範囲があるんですね鑑定論の次ぐらいかなやっぱりボリュームがあるんですけどもやっぱりね なかなかこう繰り返す、我慢強く繰り返すっていうのができない方がちょっと多いかなって気がしてるんですね。本当に今回ね、岡村さんからいろいろね、お話ね、あのお聞きしまして。本当に、その通りだなっていうね、その感を強くいたしました、ね。じゃあ、以上以上でございます。本当にね、岡村さん。合格おめでとうございました。ま,すまた本日はどうもありがとうございました。じゃあ、以上で合格対談終わります。お疲れ様でした。